こんばんはです。よしつねさん、ハートありがとうございます。ズッキーさん、愛してるギフトありがとうございます。新幹線で帰ります。おお、気をつけて。新幹線だからな、気をつけて。うわ、おお、倒れそうだった。危ない。三脚不安定。お見送り緊張して声ですにごめんねって。え、2個前の葵さんでめっちゃ喋ってたからじゃないの？2個前の葵さんでめっちゃ喋って、2個後に私がいたから動揺して喋れなかったんだ。スッキーさん、だるまありがとうございます。葵さんにはめっちゃ喋ってたもん。ポニーテールかわいいよって。チャオー、ラパンさん、タコありがとうございます。24フレットさん、ハートありがとうございます。ケームさん、ハートありがとうございます。ラップは昨日借りれました。ミカちゃんが元気そうで安心しました。そう、もうパフォーマンスはできます。うともさん、クマありがとうございます。ちょっと重いですね、充電がなかったから重い。うのむさん、くまありがとうございます。いつもと違うハーフツイン、今日バッチリメイクなので。すっぴんでね、ショールームしすぎて、フルメイク、カラコンもありです。よいよい。くるくるハーフツインです。爪キラキラ、そう、爪キラキラ一本。おにゅうゆんさん、かわいい、ありがとうございます。今日の夜ご飯こちら、夜ご飯食べながら配信したいと思います。ゆうたパパさん、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。やすルパンさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。本日の夜ご飯、1年半ぶりに公園見た。え、超久々じゃん。どうだった？変わってなかった？変わったか、あの時からは。ソラハさんのエピソードトークね、したかった。でも時間が短すぎて切られたから、私も用意してたの。そう、あの流れで。ハーフツインめっちゃ好み、嬉しい。じゃあいっぱいしようかな。これから誕生。喉の調子はいかがですかって。でもね、長時間喋ってたら咳が出るから、ちょっとコーヒー飲みながら、咳出そうになったら止めます。ロボリンさん、タコありがとうございます。ドンちゃん、だるまありがとうございます。唐揚げくんも食べるよ。服部さん、ありがとう、ありがとうございます。うん、でかっ。うん、
今1個増量中だった。それはもうみんな美人さんですよって。それはそう。アスビダーニャさん、あげありがとうございます。からあげ、うん、数年ぶりに風邪ひきました。あら、私と一緒。なむなぎおっぱいありがとうって、ありがとうございます。やばい、喉がやられてる。喉が。よし。アドルさん、うま、ありがとうございます。ロボリンさん、タコありがとうございます。タマちゃん、ハートありがとうございます。初最善、嘘。ゲバント、ゲバント最善いるイメージある。喉スプレーは終わった瞬間にしたから、そう、ちょっと唐揚げの間に喉スプレー挟めたくないじゃん。まだライブ終わった後にしたよ。唐揚げの間に喉スプレーは、うん、最後の方にいましたね。めっちゃ遠かった。最後列見えたよ。でもレスしたよ。船降り。翼欲しいさん、愛してる、ありがとうございます。ゆうたさん、かわいい、ありがとうございます。やーくん、ハートありがとうございます。24フレットさん、ありがとうございます。昔みたいにうちはめっちゃ作ろうと思ったら、うちはシートが4枚しかなくて諦めた。4枚しか。確かに懐かしい。もう捨てたの？もういないメンバーになるのかな？持ってたうちは。捨てたの？いないメンバー、ガイドに来てたじゃん多分。24フレットさん、タコありがとうございます。そう、今日1年半ぶりに来ましたって言ってる方が、うちは作ろうかなって言ってたから、ガイドの時に来てたよねって。だからガイドのうちは5人作ってたらもう私しかいないから、使えない、使えないうちわになってる。うちは大量に持ってきてたけど、ガイドで作ってるならもう使えないうちわ、大量発生になってる。あれ、唐揚げくんって6個入り？ 1 個増量してる？本当に。今3つ食べたよね。あと3つ。
ヤスメンさんタコありがとうございます。あ、ここ入り。カラハリくん何派？チーズ派です。うん、ガイド好きだった？やよでしょ、やよ。5個なんだね。元から6個かと思った。6個入ってます。増量中。ケンさんタコありがとうございます。そう、夜ご飯最近食べる量減らしたんだ、ダイエット。まあこの時間に食べてる時点でアウトな気はするけど、まあまあ。覚えてるのびっくり。覚えてるよ、しっかり覚えてるよ。やよし、唐揚げくん一口で食べるなら何個入りとか意識したことなかった。え、一口で食べてたら数えるくない？全部一口ってこと？あー、待って、今3つ食べたなーとか。昔からおじいさんファイトありがとうございます。え、そういう食べ方することある？口でかいんだね。こんばんは。喉に詰まるから真似しちゃダメ。できないよ。1個でも大きいなって思ったもん。あと2個。今年のリアルイベント財布と相談ですが、リアルゆきちゃん撮ろうか前向きに考えてますって。来て来て、リアルイベント大阪。リア友の桑田くん連れてきて、連れてきて、リア友。うん、桑田くんこんばんは。あと2個。いつもと違うかな、こん。カラコンはね、いつもと一緒です。いつもがカラコンつけないだけで、私の愛用。あ、これです。同じです。カラコンつけてない日があるだけで、カラコンはいつも同じこれです。まとめ買いしてます。こんばんは。
これね、配信で近づいたらちょっとピンクすぎるかなと思うけど、いい感じなんですよ。写真とかカメラ写りとか離れて見た時にいい感じ。そう、いろんなの試してこれにしました。カラコン大橋さん、ハートありがとうございます。遠目で見たらね、いい感じかも。ブローチ食べよっと。席ブローチおやつじゃないです、席止め。なんか咳になったので厄介です。昨日の夜から咳になったんですよ、喉の痛みが。だから長時間喋ってたら咳が出るから厄介です。こんばんは。ゆうさん、ハートありがとうございます。どきや、こんばんは。今日はプレゼントを持って帰りました。でも一人でしたね、新しいの。トゥルン、届いてない。あ、それ1個前だ。届いてる。ちょっと待って、後で。席は寝れん時ある。そう、なんか横になったらめっちゃ席出るくない？ま、夜っていうか朝が大変だった。横になったら席が止まらなくなるから。うどむさん、もう中見ちゃったんだけど、まずこちら、てれーん、ちいかわのお寿司。愛媛県民文化祭、今年は呼ばれなかったねって。いや、わかんないよ、まだ発表されてないだけかもしれないよ。そう、席寝てる時が一番きつい。そう、これ私が欲しかったやつ。じゃあ届くの早くない？最近出たよね、特別な日が発売日だよ。かわいい、めっちゃかわいい。中トロです。見聞サイト26とかでしょ、まだわかんないよ。1ヶ月先だから発表されてないだけかもしれない。これは一番欲しかったやつ、ちいかわ中トロ中ベホルナさん、ミキヤくん、ありがとうございます。私の推しはね、ウサギとモモンガなんですけど、ウサギ、イクラ。でもさ、ウサギとモモンガが推しなんですけども、チーガワが一番可愛くない？ほら、これに関しては寿司シリーズにしてね。クリスマスケーキ、え、めっちゃ可愛かったよね。予約しようと思ってる。4000円ぐらいだったよね。
これはね、写真撮ったからもう開封済み、タグも外してる。一緒に写真撮った。モモンガ、やっぱチークは一番可愛いよね寿司に関しては絶妙な顔、このなんか絶妙な顔してる。フリマンジュ、君は何の寿司だい？いなり寿司か、かわいい。広島でかき氷食べた、いいな。喉が鳴った。いいな、かき氷かわいい。手足がなくなってる、いなり。そしてチーカワ寿司、これ割りお箸かと思ったらボールペンなんだって、やばいよね。使えないって。あ、ノベルティなのこれ。へえ、すごい、ボールペンって書いてる。開けてみる。じゃーん、ボールペンでした。普通に見えるかな。面白い、お箸で書いてるみたいだね。学校とかで使ってたら何それってなるんだろうな。学校行こうかなってハートありがとうございます。普通にお箸でもよかった、かわいいよねこれ。普通のお箸、割り箸じゃなくてこのお箸欲しい。ボールペンでした。そしてちいかわ静岡と清水だって。うなぎ、二郎町、静岡、静岡うなぎだよね。静岡行ってみたいなと思ったけど行ったことあるんだよね。マルコ、あ、そしてじゃん、マルコ、スリムフラットポーチ。静岡ってマルちゃんなんだ。へえ、いいね。領収書入れにしよう、これ。最近領収書を部屋中に散らばってるから領収書入れ。奈良さん、タコありがとうございます。マリちゃん、そしてチーカワ、あとこれか、ファイル、実用的な使い道。そう、領収書入れします。これ領収書をね、入れを実家に今置いてて半年分だから今ないから、これに入れよう。クリアファイル、かわいい。モモンガ、寿司、そして最後領収書入れ。そう、個人事業主なので自営業あるある。ドラゴンボール2巻、ドラゴンボール
静岡かぶってなそうだから送る。ありがとうございます。原作の完全版、へえ、そんなのあるんだね。原作の絵ってこと？鳥山明さん、ドラゴンボール超好きです。ありがとうございます。ということでプレゼントでした。ありがとうございます。ヨモリンさん、ハートありがとうございます。で、前回のタケルくんからの、え、チーカー、ご当地チーカーは閉まったかもしれんな。タケルくんまだいる？あ、閉まってないか。ここか。なっちゃんとお揃い、エンジェルブルーの T シャツ、中村くんですね。私らよく着ている中村くん、開けます。私前回もプレゼント紹介した時にね、持って帰ったんですけど、いなかったから、いなかったから、また今度って保留してた。エンジェルブルー、なっちゃんも持ってるってこと？合わせてきなきゃね。じゃあありがとうございます。そしてこれだよね。これは開けたんだよね。ちいかわのチョコ、ななさんタコありがとうございます。チョコさんハートありがとうございます。そう、欲しがってたやつ、ちいかわ、しかもちいかわ、手に入らなかったちいかわ、開けた。そう、ちいかわだけね、在庫が少なかったんですよ。あれなんかうさぎは3つ、8割2つみたいな、ちいかわは1つしかなくて、公式のやつ見たら偏りがあって、チーカーは少なかったんですよ。開けたからどっかにつけよう。メイクポーチ、もともとの在庫が一箱にうさぎは3、8割2、モモンガ2、全部2ずつで、チーカーは1だったんですよ。なんでって感じだよね、うさぎ3あるのに。メイクポーチにつけます。あとこれ合ってるかな。なんか同じ日にたくさんチーカワもらったから違うかもしれん。合ってる？これかな。同じ日にたくさんチーカワを開封したから、名古屋と西日本、あ、合ってるね。これです。ありがとうございます。ちいかわ、もうすぐなくなるの？じゃあレア、レアチーカは出しとこうと。ケンケンパーさん、だるま、ありがとうございます。
って感じです。他なんかあったっけ。合ってるかな。届いてよかった。これだけですか。カプレさん、だるま、ありがとうございます。なんて聞き方だ、なんて言い方だ。こんばんは。これだけですか。冗談だよ。息が出る。そう、なんか紹介しきれてないやつがないかなと思って、合ってますかって。紹介してないやつ。そう、冗談です。ゴミ飛行機、ゴミ飛行機。そういうところ好きだからいいよって。そう、あなただから言ったんですよ。え、これだけですか。冗談だよ。そう、ゴミ飛行機、ゴミ箱まで飛んでってくれたよ。ゴミ飛行機。仲良くていいなって。こんばんは。ね、ちょっとゴンパクが遠かったから紙飛行機にして飛んでもらった。投げても、あんま投げても届かない。お腹すいただよね。なんか食べて食べて食べて。こんばんは。な、私ウニこれ見て思い出したけど、ウニね嫌いだったんですよ。嫌いっていうか食べず嫌いっていうか、小学校の時にも食べてウニ嫌いだったんですけど、最近ウニ食べれるようになったんですよ。もんじゃ屋さんで頼んだんかな、ウニほうれん。葵さんがウニほうれん頼んで、うわ、ウニ、葵さんじゃないかな、葵さんか、葵さんと行った時かな、多分もんじゃの時に食べたんだよね。で、ウニほうれん食べたら美味しくて、そう美味しかったです、ウニ。だからウニ克服した。まあ、克服っていうか、ウニほうれん食べてみます。え、あるよね、もんじゃのとこに。多分葵さんが頼んだんよね、ウニほうれん。で、ウニ好き嫌いやけど、まあ頼んだから食べるかと思ったら美味しかった。小学校の時にね、一回じいちゃんのもらって食べたら、なんか好きな味じゃなかったんですよ。目の前にある、美味しいよね。小学生の私にはまだ早かった。だからそっからも嫌いだったんですけど、ウニの強烈な風味、大人になったら美味しいですね。
日本俺北海道のウニ、今北海道店やってるよね、そごうかどっかで。なんか行きたいなって思ったんだよね、海鮮丼。そごうかな、そごう北海道店やってるから行きたいなって。そごう、そうそごうかな。24フレットさん、タコありがとうございます。ウニ美味しかった、ウニほうれんは美味しかった、火通しとうけんかな。お寿司になったらまた違うかもしれんけど、今度チャレンジしてみよう。オルテガさん、ハートありがとうございます。スルパンさん、ありがとうございます。ウニほうれん、ね、加熱してるからいけたんかもしれんな。でも私あのカニ味噌とかエビ味噌とかめっちゃ好きなんですよ。もうほじくって食べちゃう人間なのでめっちゃ好きなんですよ味噌。だから同じような部類だよね味。回転寿司のはまずい。回転寿司にウニってあるっけ、なんか見たことない気する。あるんだ、めっちゃ味噌大好き。もうカニ味噌もエビ味噌も全部、エビの頭めっちゃ美味しい。あのオレンジの部分と茶色いドロドロの部分、回転寿司あるんだ。あんま見ん気するけどな、ウニの、ウニって。へえ。キツネさん、タコありがとうございます。そこそこのお店で食べた方がいい。ウニでも1貫1000円ぐらいするくない、そこそこのお店。こんばんは。そこそこでいいじゃない。北海道店で食べようかな。よいしょ。ヘタレ、ヘタレ始まった。明太のもんじゃ焦げてますって、早く食べなさい。もんじゃちゃんと予約していった？ 4 人ぐらいで行ってる？ 3 人？ 2 人？ 3 人？うどむさん、くまありがとうございます。ね、あそこのもんじゃ美味しいから広島次来た時おすすめ。3人か。瓶詰めのカニ味噌、確かに瓶に詰められたカニ味噌最近食べてないな。全然あるよね。まああれはあれで美味しいけどね。回転寿司のカニ味噌はあの瓶に入ってる感じよりです。瓶に入ってる。もんじゃはゆっくりだけどビールのペース早い。そう、ビール飲みと一緒におるけんじゃなくて。
回転寿司のはベースと上、そうそう、なんかね固形だよね、結構味噌っていうか生クリームタイプか。ひでぽんさん、だるまありがとうございます。スプーンですくってドーンかと思ったけど生クリームタイプなのかビール飲みな方がいるんですねって、おめでだ。すごい、ビール美味しいですかね。キツネさんハートありがとうございます。あ、飲み放題、そりゃ飲まんといけんわ確かに飲み放題安かったよね。こんばんは。飲み放題がいいよね。でも複数人で行ったら割り勘問題が起きないから、飲み放題ならいっぱい飲んだ方がいいですね。90分やったら1500円やっけ、2000円やっけ、何円だっけ、まあ5杯は行きたいですよね。4か5やね、最低4やね。90分しかないか、4、まあ4、4はいるやろ。だ、飲み放題にしたのに3はダメじゃない、最低で4、いけたら6、でも90分しかないからまあ4、5でいいんじゃないですかね。1時間半しかない、5かな。お茶割り、実質お茶、そう、6いける、素晴らしい。でも水分量的に飲めなくない、途中で。頑張らなくていいよ5ぐらいにしとき、5ぐらいにしときって。カルピス、カルピス、グレープフルーツ、グレープフルーツ、カルピス、太るぞ、そんなにカルピス飲んだら。ジュースそんなに飲んだら太るよ。あー、こんばんは。5くらい、ね、5が多分酔いすぎずちょっと酔えるぐらいじゃない、強い人にとったら。ちょっとお酒飲めたなーぐらいやけど、酔わずにちゃんと帰れる、歩いてぐらいだから、飲みすぎも良くない。こんばんは。4、5ぐらいで止めるのがいいと思います、二日酔いも考えたら。この後帰るのも考えて、二日酔いも考えたら4、5ぐらいで止めるのがいいと思います。しくるさんハートありがとうございます。経験者が語る。私もでも4か5くらい止めるんですよ、自分で。なんかきつくなるかもしれないから、普通だったら偉いのかもしれない。もうだいたいまあ4か5くらいやめとこうかってなる。だからそれ以上飲まない
4とか。水分量的に苦しくなりそうだし。だからあんま酔ったことないです。あんまっていうか一回もないんですけど、ね。一回も酔ったことはないです。そうだってさ。無理にたくさん飲みすぎて飲み放題で後からきつくなるかもって思って、まあとりあえず単品で頼む値段超えれたらいいかなっていう。そう、単品500円で飲み放題が1500円だったら3杯飲めばいい、とりあえずって感じです。ビーチさん、ハートありがとうございます。そう、単品のよりも元を取ればもうそれで OK って。そんなバカ飲みはしないです。ガブガブ、えらい。やあやあ、飲み放題だから限界まで飲むぞとはならない、いないです。え、もんじゃ付き飲み放題すごお得じゃん。飲み放題にしなかったんですよね、今禁酒中だから。飲み放題は今まで2回ぐらいしかしたことない。大体あれでも強制で2人にさせられるじゃん。だから強いメンバーと行かないとできないよね、そもそも。ね、だから普段はできない。帰り着いたのでレモンサワー飲みます。ゆきりか好きって。いや、レモンサワーは酸っぱいからあんま好きじゃないです。まあ、そう、サヤカリンとかとじゃないと他の面とは飲み放題は頼めないから。リコチアイコならついてきてくれるかな。髪型決まってます。そう、ハーフツイン、イエイエイ。強い2人、運転するから飲まないってこと？大変だ。オリーブ強そう。今は禁酒中です。ね、カルピスやめてやんの太るって言ったら乳酸菌がなんとかとか言い訳してたのに、やめてやんの。太るぞって言ったらカルピスは乳酸菌でなんとかみたいなコメントがあったけど言い訳やめてるやん。こんばんは。カルピスってあとめっちゃ甘くない？太るよね。見えてたけど別に疲労困憊じゃなかったじゃん。乳酸菌がなんとかみたいな、乳酸菌がなんとかしか見えんかった。流れた。後輩連れて行かないのって。え、行ってくれる、行ってくれる後輩がいるんだったら行きますよ全然。一緒に。
酸菌体にいい。そう、呼んでくれたら行きます。そう、行ってくれる人がいるんだったら行きますよ。でもこの前は福フェスの後に四国の3期生3人とあずみんとあおいさんとマネージャーさんでご飯行きました。先輩一人の後輩4人ですね。後輩あとマネージャーさん2人。だから後輩とご飯行った気分。結構な大人数で骨付き鶏食べました。後輩の方が多くはないよ。後輩4人先輩4人四国って、あ、44だわ多分。福田さん、葵さん、マイキューさん、マヒナさん、44ですね。真ん中です。グーさん、ハートありがとうございます。ジャーマネを飲むのって、でもあんまお酒強いイメージはないです。後輩が可愛いの羨ましい。可愛いですよ。次は四国愛媛かな。だよね、結構開くな。2週間四国メンバーとめっちゃ会ってたからさ、2週間空いたら会えないなって なる。あってだから、なかなか会えないなってなりますね。愛媛だね。ゆきちゃん、りかちゃんと呼んでいいかなって。いいよ、りかちゃん、りかちゃんって呼んでください。逆に喉のうるスプレー。愛媛の花火、咳を止める方法調べよう。後で寝れなくなっちゃうわ。配信終わったらスプレーする。そろそろ終わろうかな。1時間ぐらいやったから。アイナー祭り花火ある、マジ超楽しみ。もういい感じでしょ。咳止めパッチ欲しい。咳止め、咳出る前に寝る。分かった。あ、もちまきの方が楽しみ。出れるかな。13位、ケンジさん。12位、ひとしさん。11位、理科学研究所さん。10位、ベホゲナさん。9位、ムーランさん。8位、つばさほしいさん。7位、ロボリンさん。6位、やすべえさん。5位、はっとりさん。4位、ズッキーさん。3位、やするぱんさん。2位、みきやくん。1位、うどむさん。ありがとうございました。もちまきしたい。たけるくん、俺の嫁。終わり間際にありがとうございます。もんじゃ楽しんでください。おや
やすみなさーい。おやー、ちょっと蓋を置いて、ほいほいほい。ね、でも喉の痛みはなくなりました。だからあと咳が止まればもう完璧。痛みはなくなった。服部さん愛してる、ありがとうございます。ということでまたね、おやすみなさーい。おやー。